こんにちは。聞き流し OK、見るだけ OK のゆる OT 勉強会です。今日はバックス J の臨床での使い方、そして OTR のセリフ集をまとめてみたので、一緒に勉強してみましょう。この動画では、患者さんに役立つバックス J の臨床での使い方が学べます。作業療法士がバックス J を使って評価したいと思う患者さんがいても、患者さん自身が認知機能を評価してほしいと思ってくださらなければ、実際に実施するのは難しいですよね。臨床で大切なのは、患者さんと生活上の課題を共有し、その課題に向けて作業療法でどのように改善していくのか、患者さんと話し合うことだと私は思っています。今日は、作業療法でバックス J を使うタイミングと説明の仕方、検査を受けてもらうための動機づけについてお伝えしたいと思います。今回は、私が臨床で患者さんに説明するときのセリフをたくさんご紹介しますので、バックス J を使うときにどんな風に説明すればよいか悩んでおられる方の参考になれば嬉しいです。それではゆる勉強会を始めましょう。バックス J は日本語で、統合失調症認知機能簡易評価尺度日本語版といい、主に統合失調症のある方の認知機能障害を評価する尺度です。バックス J については、以前の動画で紹介させていただいていますので、まだご覧になっていない方はぜひ見てください。では、私が考えるバックス J を臨床場面で効果的に使うタイミングについてお話しします。一つ目は、家事や生活スキルなどのトレーニングプログラムの導入時です。導入時にバックス J で生活行為に必要な認知機能を評価し、結果をお伝えすることで、トレーニングが始まってから、その生活行為をうまくやりこなすコツを認知機能の視点から患者さんに説明することができます。例えば、お料理をするときは白いご飯を炊飯器にセットしてお味噌汁を作りながら他のおかずを作ってといった具合に同時進行で作業ができると温かいおかずと温かいご飯を一緒に食べることができますよね。こんな風にお料理をしているときはワーキングメモリーという認知機能や遂行機能というものを使うんですよ。それに途中で気が散らないように集中力も使っています。お料理をするときにも認知機能は使われているんですよ。と認知機能の説明を行います。そしてこれから開始するお料理のプログラムでどんな認知機能に気をつけて取り組めばいいか一緒に考えたいのでアセスメントを受けてみませんか？とお伝えしています。余談ですが、評価とか検査という言葉を使うと患者さんが構えてしまうのではないかと思い、私はいつもアセスメントという言葉を使いますが、もっといい表現があるかもしれません。それともやはり、検査という言葉をそのまま使う方がいいのでしょうか。実は今もここは悩んでいます。バックス J を効果的に使うタイミングの2つ目は、認知機能の改善を目的として、創作活動などを作業療法に取り入れるときです。普段の作業療法場面で認知機能の低下による困りごとが観察されたら、そのことを共有します。例えば、革細工に取り組んでいるときに工程を確認せず間違えてしまうことがあった場合は、うっかり工程を間違えてしまうのは、もしかするとまだ注意力や遂行機能がうまく働いていないからかもしれません。次回の作業療法で注意力や遂行機能のアセスメントを行って、どこをどんな風に注意すれば間違えずに作品を仕上げることができるか一緒に考えてみませんか？とお伝えします。バックス J を効果的に使うタイミングの3つ目は、初期評価や中間評価で定期的に行うです。作業療法のシステムに入れ込んでしまえば、おそらく多くの患者さんはバックス J を受けてくださると思うのですが、できるだけ患者さんが主体的にバックス検査を受けていただくのが望ましいと思います。作業療法のインテークなどの面接では、日常生活での困りごとを聞き取ることが多いと思いますが、例えば、本や新聞が読めないと患者さんが話された場合、お話を聞いていると、注意力や記憶力といった認知機能がうまく働かなくて、本や新聞が読めなくなっているのかもしれないと思いました。精神科の病気を患うと、
そういった認知機能がうまく働かなくなることがあると言われています。と、認知機能障害について説明をします。その上で、今のあなたの認知機能の働き具合をアセスメントして、これからの作業療法でリハビリテーションを行いたいのですが、いかがですか？と患者さんご本人の意思を確認します。中には特に困っていることはないと話す患者さんもおられるかと思います。そのような時は、あなたにちょうど良い作業や活動を提案するために、今の注意力や記憶力を把握させてもらえませんか？とお願いします。こういった定期的に行う作業療法の面接で認知機能の話をするときは、統合失調症認知評価尺度スコアーズ J を併用すると、認知機能障害が日常生活で影響を及ぼしていることを患者さんと共有しやすいかもしれません。スコアーズ J は20項目で構成されていて、患者さんとのインタビュー、患者さんの介護者とのインタビュー、評価者による評価の3つの評価を行うものです。バックス J と同じ金田康弘先生が日本語版を作成されました。信頼性と妥当性を検証した論文は2010年の雑誌の精神医学52巻10号に掲載されていますので、参考までにご紹介します。いかがでしたか？今日は患者さんに役立つバックス J の臨床での使い方についてお伝えしました。バックス J を使って結果を共有することで、患者さんと作業療法の目標を話し合いやすくなると思うので、臨床で活用できたらいいなと思います。今回の動画がバックス J を使うときにどんな風に説明すればよいかわからず、悩んでおられる方の参考になれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、精神科領域の作業療法士が気軽に勉強できるように、聞き流し OK、見るだけ OK のゆる動画をアップしていきます。次は、精神病未治療期間というテーマで動画を作るので、ぜひ見てくださいね。ありがとうございました。